私ずっとこの夏編見てて、うん、なんか小太郎くんがいいなって思ってたのずっと。で最後にさ樹里ちゃんが誘ったから、うん、なんかもしかしたら、まあ、樹里ちゃんに会いにっていう目的だとしても来てくれるんじゃないかなって思ってて待ってたんだけどそしたら来てくれたから、うん、そうめっちゃ嬉しくて。マジで。そうそうそう。ありがとう。嬉しそう。みんな会ったやん。うん。第一印象は？第一印象はずっと気になってたから小太郎くんがそうでも行っちゃったじゃん。なそうやな。行っちゃったから。この後編見てきてるもんな。ちょっと今行かないとなんか後悔するかなって思って。ああ。ちょっと。そうやな。誘ったの。ありがとう。え、まあまあまあ、まあ。なんかさっき、うん、なんか何話してたとか。ああ、ジュリと？ジュリとはこの夏より、うん、もっと気持ち伝えれるように頑張るっていうことは伝えた。うんうん、やっぱり今ジュリのあのメンバーやったらさ、うん、なんていうの継続でジュリしか知らんやん、うん、そうだから俺あのみんなの中ではジュリのことしか知らんから、うん、そう今はねこれからそう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 私のことも知ってもらえるように、うん、頑張ります。頑張って頑張るえどんな人がタイプなの？なんか一緒に楽しい人がよくて、うん、でもなんか沈黙とかでも全然苦じゃないような一緒にいて落ち着ける人、うん、楽しいなんか楽しいなって思える人がタイプ。そうやもんな。だって喋っとった方が楽しいもんな。そう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 。わかる。俺もだからよく喋る子で、うん、なるな話し合う子で笑顔でいてくれる子。俺笑顔の子めっちゃ好きだしさ。喋ってて笑ってくれる子がめっちゃ好きなんや。笑顔いいやん。ずっと笑顔でいいやん。いいめっちゃいい。だから、なんやろ。やっぱりさ、笑顔の方がさ、自分も笑顔になるからさ。そうだよね。そう。でも小太郎くんの笑顔めっちゃ好き。うん、ありがとう。そう。多分今小太郎くんの中で、ジュリちゃんの大きいのかな、うん、っていうのは思うけど、なんか、私もちょっと頑張ってアピールできるようにするからちょっと知ってもらいたいなって思ってます。知ります。こんなけなげに追われたら持ってかれるぞ。いっぱい楽しもうね。どうするの？私もまた誘います。お願いします。よかったら考えてください。考えます。じゃあ行こうか。